皆さんこんにちは。本日はパワーディレクターを新しい PC に移行したいという場合のインストール方法だったりデータの引き継ぎ方を解説していこうと思います。先日新しいパソコンを購入してですね、実際に移行する機会がありましたので、移行する際のポイントなどをまとめておきました。なかなか便利な機能もありますよ。今回はパワーディレクター365のサブスクリプション版の PC 移行に関する解説をしていきますのでご注意ください。それでは行ってみましょう。はい、新しいパソコンへのインストール方法ということで、通常版の AQ ライセンスだと、元パソコンですね、こちらでアンインストールしてから新しいパソコンでインストールするっていうような面倒くさい対応しなきゃいけない上に、パソコンがもし壊れたらなんていうことになると対応が大変になりそうですよね。はい、それに比べてサブスクリプションの場合では、移行がとてもシンプルで簡単です。ソフト自体は現在別のパソコンで使用していてもサイバーリンクのメンバーサイトからダウンロードしてインストールすることが可能です。まあ、ただし同時に起動できるのが1台だけですよってことですね。はい、1台起動している間は他の PC では起動できないというようなそんな仕組みになってます。まあ、もう少し詳しく説明すると、サブスクリプションの場合ですね、ライセンスはメンバーアカウントに関連付けられていますと。なので新しく使用する PC 側で新たにインストールした場合、そのインストール後、ソフトを起動したところ時ですね、ソフトを起動した時にメンバーアカウントにログインすることで、こちらの新しいパソコン側のライセンスが有効になりますと。でこの時点で元の PC 側は無効になるというようなイメージですね。はい、またこの、元に戻したいはですね、古い PC にまた戻したいよって場合は、古いパソコンでソフトを起動してまたメンバーアカウントにログインして元 PC 側を有効にすれば元に戻るよっていうような仕組みなんです。はい、なのでまあ、同時に2台稼働させたいっていう場合はアカウントが2つあれば可能ということです。はい、ではインストールしていこうと思います。まずはサイバーリンクのメンバーサイトにログインしましてですね、でこちらでパワーディレクター365ですね、こちらのダウンロードボタンの方を押してダウンロードしていきます。はい、そうするとサイバーリンクのアプリケーションマネージャーってことで、まあ、ソフトの管理ツールみたいなものをダウンロードしていくとこから始まりますので、まずはここでダウンロードボタンを押してですね、ダウンロードを開始します。はい、ダウンロードが終わりましたらですね、このインストーラーを実行しまして、インストールをしていきます。はい、インストールが終わりまして、実行していきますと、このマネージャーを実行していきますと、まずメッセージでですね、サインインしてくださいっていうことでメッセージが出ますので、サインインボタンを押しまして、サインインの方を押していきます。はい、サインインができますと、このような画面になって、パワーディレクター365ですね、こちらの方インストールができるようになりますので、このインストールボタンですね、ここを押してインストールを開始します。はい、インストールが終わりましたら開くボタンを押してソフトを開きます。これでインストールが完了しました。はい、インストールした後に起動しますと、最初にまずログインというかサインインの画面が出てくると思います。私はもう入ってしまったんですけども、サインインの画面で入った後にこうプロジェクトを作成しようとするとですね、はい、最初はこんな警告のメッセージだったかなと思いますね。まあ、これを OK して終わらせて、で、続いて、このメッセージが出てきますね。現在同じアカウントでサインしてますよと。このコンピューターアクティブ化するっていう、このボタンを押すとですね、こっち側のパソコン側が有効になるよってことですね。これでアクティブ化しますと。で、もう一回メッセージが出てきて、アクティブ化、するってことで、ライセンスを移動しますよってことで、こっちのコンピューターですって押しますと、こちらのコンピューターの方の、ライセンスが有効になります。はい、これで使用できるようになりました。はい、続いては設定の引き継ぎというか移行について説明させていただきます。まずはですね、基本設定のところですね、編集の基本設定を、クリックしまして、基本設定の情報が出てきます。まあ、ここら辺の引き継ぎをしたいっていう時はですね、このサイバーリンククラウド、ここを押してもらって、サイバークラウドにバックアップですね、まずこっちの元の PC の設定を引き継ぎたいってことなので、こっちをまずバックアップ取りますということで、ここを押すと、プログラムの基本設定、キーボード、ホットキー、カスタムプロファイルと、この3つの設定が引き継ぎできますよってことで、これでチェックを全部入れてもらってですね、OK を押します。はい、
で、実際に、その新しいパソコンの方でですね、新しい、ソフトウェアを立ち上げて、その時にこっち側の、クラウサイバークラウドから復元っていう方をやってもらうと、まあ、今実際教えましたが、復元ってやると、どの、設定復元しますかってことで3つチェックつけて OK してもらえれば、その設定がダウンロードされて設定がされるということですね。ここら辺基本設定とか、最初のね頃設定しただけであと覚えてないので引き継ぎできると楽ですね。はい。ファイルですね。ファイルはまた新しいパソコンでパスなんかは、変わると思いますので、ここはまた新たに設定してもらうという形がいいと思います。はい、じゃあ続いてタイトルですね。タイトルでよく使用する字体なんかをカスタムに登録してやるっていう場合があると思うんですけども、例えばここに今1個登録してるんですけども、このカスタムも移行ができます。はい、こいつを右クリックしてですね、ディレクターゾーンで共有っていうのを選択します。で、まあ2種類あると思うんですけども、ディレクターゾーンっていうのが多分公開されるような形のやつですかね。こちらのサイバーリンククラウドの方だけでいいと思います。で、タイトルと、スタイルとかいろいろ設定するところがあるんですけども、これ全部入れてないと次 A が出ないので、とりあえず今 A でやっちゃいますね。はい、これで、まあ、必要な事項を入力してもらって次 A って押します。はい、アップロードが完了しました。で、完了で終わらせてですね、はい、これで新しいパソコンでいた手で、この、その他オプションですね、ここでテンプレートの読み込みで、サイバークラウド、ディレクターゾーンからコンテンツをダウンロードを選択していただくと、ここに、先ほどアップロードしたデータが、登録されてますので、こいつを選択してダウンロードしていただければ、ちょっと今同じ名前なので、はい、ちょっと基本文字が、もう今あるので、サンプルっていうのをアップロードして、こいつをダウンロードした場合ですね、ダウンロードボタンを押すと、はい、こちらにですね、ダウンロード、これで閉じまして、こちらにダウンロードっていう項目ができまして、ここに、ダウンロードされましたね。はい、これで使用ができるようになりました。サブスクリプション版とはいえ、例えば書き出しのプロファイル設定だとか、BGM のお気に入り設定とか、ここら辺の設定は引き継いでくれませんので、そこら辺は新しいパソコンで新たに設定する必要があるかなと思います。続いて過去作成したデータを新しいパソコンで編集する際のポイントを説明していこうと思います。まず新しいパソコンにどのファイルを持っていけばいいのかってことですよね。どのファイルを持っていけば編集できるのか。で、まあ、保存した時にできる拡張子が PDS ファイルですね。.pds のファイル。このファイルだけを持っていっても当然ダメですよね。はい。で、素材データなんかも全て必要です。で、まあ、普段動画を作成するときに素材データをマイメディアですね。このマイメディアにドロップしていきますが、この素材データが保管されている元の場所、この場所と紐づいているので、新しいパソコンに移動すると、保管場所のパスが変わったりしてしまった場合、素材のファイルが参照できなくなってしまうという特性があります。さらに、パワーディレクター上のここの、マイクでナレーション録音するみたいな形で、録音したデータですね。この録音されたデータは、この、編集の基本設定で、ファイルの書き出し先のパスの方に登録、データが保存されますので、はい。この素材の保管場所がこうバラバラだったりすると、それらすべてですね、すべてのデータを新しいパソコンで同じパスに設定してあげることができれば使えると思うんですけども、これはかなり面倒ですよね。実はこれらを解消できる、とってもシンプルで簡単な機能があります。はい。例えば、編集が一旦完了した場合のデータを整理したい場合なんかも、使えますし、今で言ってる新しいパソコンで編集したい場合、これらの場合に使えますね。で、この便利な機能っていうのが、素材を一括でまとめて保存したりですね、その、保存したデータをクラウドにアップロードしたりだとか、それを、新しいパソコンでダウンロードして使うみたいなことができますので、そちらの機能を使って実現していこうと思います。はい。では、素材を一括で保存する方法ですね。このファイルから、プロジェクト素材をまとめて保存っていうところを押します。はい。で、このフォルダーの選択。特にここに直接作るので、そのままフォルダーの選択を押しまして、で、ここに、まとめて保存しますかというふうに出ますので、はいを押します。はい。で、このフォルダーの選択。特にここに直接作るので、そのままフォルダーの選択を押しまして、
で、ここに、まとめて保存しますかというふうに出ますので、はいを押します。はい。プロジェクトの一括保存が完了と出ましたので、じゃあ実際フォルダーの、ファイルの場所を開いてみましょう。はい。このように、PDS ファイルですね。PDS ファイルを中心に、MP4 の動画のファイルでしたりとか、音のファイル、画像データ等がすべて一括で保存されております。なので、このファイル、このフォルダーごとですね、新しいパソコンに持っていってもらえれば、そのまま編集ができることになります。はい。続いて、ファイルを、持っていくのもめんどくさいと。アップロードして、それを新しいパソコンでダウンロードして使いたいっていう場合は、このサイバーリンククラウドにプロジェクト素材をまとめて保存、アップロードっていうボタンを押します。はい。クラウドにアップロードする名前ですね。ここを確認して OK を押します。ファイルサイズが大きいので、まあ、完了する前に時間かかりますよっていうことで OK をします。はい。アップロードが完了しました。まあ、ネットワークの環境にもよるとは思うんですけども、まあ、10分ちょいの動画で、だいたい3分半ぐらいですかね、かかりました。はい。じゃあこれクリックして、サイバーリンククラウドで表示っていうところを見てみると、このモカっていうですね、やつが、ファイルが 1.1GB のデータが、アップロードされました。はい。では実際にですね、新しいパソコンでこれをダウンロードしてみようと思います。はい。今何も開いてない状態で、ここからファイルで、今度は、サイバーリンククラウドから、プロジェクトダウンロードの方ですね。で、先ほどアップロードしたデータがここに出てきますので、こいつを、ダウンロードとしてきます。で、ダウンロード先のフォルダを選択してですね、はい。で、ファイルサイズがまた大きいということで、警告が出ますので、OK を落とします。これでダウンロードが開始されました。はい。ダウンロードが完了しましたと出ました。で、これで開くをすれば、はい。これで新しいパソコンでまた編集ができるようになりました。一応説明は以上となります。まあ、自分でわかる範囲でですね、移行する方法を説明させていただいたんですけども、もっと良い方法があったりだとか、他に移行できる部分などがね、もしあるようでしたら、またコメントで教えてください。では今日はここまで。ではまた。